秋服のアウターどれが一番かっこいいかっていうのを見ていきたいなと思います。一般の女性はどう見てるのかっていうのをね、お伝えしていきたいなと思いますので、これは男性だけのね意見やったっていうことかもしれないですね。はい、本日ですね、秋服のアウターどれが一番かっこいいかっていうのを見ていきたいなと思います。ということで、僕がね以前この秋はこのコーデでいきますよみたいなお話をしたんですが、それを一般の女性はどう見てるのかっていうのをね、お伝えしていきたいなと思いますので、僕もちょっとまだ見てないんですけども、どうやらボロクソ言われてるような気はします。それでもねニコニコしながらやりたいなと思います。よろしくお願いします。で、まずはですね、画像を見ていただきたいなと思うんですけども、画像がですね、1番からこの水色のダウンジャケット、そして2番はこのチャラいメガネかけてるやつで、3番がフリース、黒のフリースね。で、4番がバラクータの、まあちょっと女子受け悪いかなっていうような感じのジャケットで、5番がチェックシャツで、6番がレザージャケットで、7番がヌップシのベストということで、今年からちょっとなんかダウンベストまた来るんちゃうかみたいな話はされてるので、まあどうかちょっとわからないんですけど、ちょっとそのあたりもね見ていこうかなと思います。で、場所に関してはね、こう お前どこで撮ってんねやと、お前なんか秋やのに半袖にタンクトップで喋ってるやないかいってことなんですが、またね後日あのハワイ動画っていうのを出しますので、ハワイにね現在10日間行ってるっていうことなんで、その動画また出ますので、それでちょっとまああんまり気にせずインタビューの方に入りたいなと思います。では一緒にインタビュー見ていきましょう。この中で1から7番の中でかっこいいって思うものは何になりますか？3番。その理由は？なるほど。5番ちょっとキムタクっぽくないですか？ちょっと古めですよね。古いなって言わないでよ。シンプル。あ、シンプルね。やっぱフリースにグレーパンツね。3番はチャラさがなくてシンプルだからって感じでいいと思われました。で、ダメなのはじゃあ5番。この6番のライダースもはレザージャケットね。男子受けいいよこれ、レザージャケット。チャラいね。3番、お、フリース。やっぱフリースね。なるほど。消去法。それで言うと6番もちょっと近いような感じだけど、テカテカするのがあれなんかな、レザー。逆にないのは5番。え、チェックシャツね。チェックシャツ、ちょっと時代が古い感じ。そうですね。へえ。あ、3番。シンプル。やっぱ3番なんですね。あ、3番、これ同じ理由です。シンプル。あ、なるほど。じゃあ苦手なのは、あ、1番、ダウンベストの水色。あ、1番なんです。派手なの好きじゃない。やっぱさっきのシンプルに選ばれてましたね。やっぱ男性は無難にも黒か、まあね、ネイビーか以外着るな、ね、こんな変な色着てるんだよね。これフリースですか？そうなんですよ、フリースです。あ、これで、あ、一緒の理由はシンプル。あ、やっぱシンプルの方がいいんですね。だし、あとフリースのアウター可愛い。なるほど。フリースが可愛いらしいです。 NG は、これかな。あ、5番。いや、まあ似合う人が来たらかっこいいかもしれないんですけど、むずそう。あ、チェックっていうのも。そうですよ、ハードル高い、はい、なるほど。ちなみにこれ、あのこの人もは似合ってます。似合ってるんじゃないですか？ありがとうございます。あの戸惑いながらありがとうございます。気づかれてないし。2番もね、割と選ばれてます。あ、チャラいですね。柄が悪い感じがね、出たってますね。3です。やっぱシンプルで、やっぱ3 ね、はい、これがまあ一番人気です。確かに、ね、私も3がいい。ちょっと女子と会うときはこれでいきます。あ、嫁ね、嫁と会う。 NG はNG 結構多いな。結構多い。1番。あ、水色ね。ね、5ちょっと5が一番、はい、あ、5は多いですね。す、1は何ですか？色。1はちょっとなんか焼きカラーみたいになりますね。なんでその色ってなっちゃうってことですね。逆にこれ似合わないからなんで。あ、5番。なんかチェックね。チェックやっぱり女子あんま受け良くないですね。お家のなんかパジャマ。パジャマみたい。あ、なるほど。なるほど。あ、なるほど。みんな3番やな。フリースで黒だし、グランデシンプルです。あ、みんな。なしな。一番なし。早っ。これ？やっぱ理由はチェック。あ、チェックね。時代に合ってない。赤が嫌なんや。チェックよりも赤がダメです。あ、じゃあ、ブルーチェックならまだある。どっちにしてもなしじゃないかい。赤チェックは絶対ダメなんですね。あ、これすごい男性参考になる。赤チェックなしみたいです。男子めっちゃこれ受けいいのに。3番の、まあ、黒のフリースみたいな。あ、やっぱそこは納得です。まあ、この中で言うと一番無難シンプルですよね。嫌かなっていうのを。4番、バラクータね。スリム系でオレンジでならいいけど、はい、この年なんでこのオレンジ。あ、細いのがあかんのかな。なるほど、なるほど。色とその素材感というか、そういう組み合わせがちょっとなしかな。これです。あ、5番のチェック。やっぱチェックあかんな。赤チェックが嫌。例えばじゃあブルーだったらいいとか、緑だったら。
緑 OK です。ああ派手な原色とかがちょっと目立っちゃうしみたいな。まあ確かに今あれ今風じゃないですよね、そのあんまり原色っていうのは。せーの、せーの、3。やっぱ3ね、もう圧倒的に3ね。シンプルです。はい、なるほど。私もシンプルが好きな、シンプル好きそうですね。確かに3番の方が合いそう、一緒にある。5か6。でも最近あんま見ないですもんね。なんかちょっと古い感じが、時代作みたいな感じでした。6番はライダース。ジャンみたいなのが個人的に苦手なのが、ね、あんま好きじゃないっていう。チキチキしてるのがあんまり好きじゃなくて、今あれですもんね、オーバーサイズで着ますもんね、大体ストレートっぽいシルエット。なるほどなるほどなるほど、ありがとうございます、ありがとうございます。2番。あ、割と今のところ結構大体1,2,5,6が印象悪いな。まあサングラスも含めてなので、ガッツい感じがちょっと無理ですね。この人2番似合ってるの。そうなんですよ、だったら2番は。あ、ありです。それとライダースも嬉しい。ちょっと似てません？確かに、ね、髪型とかは色も黒くて。ありがとう。ふだけ見たら。なんかふだけ見たら。ふだけ見たら。あ、似合ってる。髪の感じ。あ、そうそうそう。はいはいはい、スタンピーな感じ。ダウンベストで。髪色とね。黒とまあちょっと柄が入ってて。あ、7番が角堂さんは一番似合ってる。へえ、嬉しい。喜んでます。喜んでます。嬉しいです。どれも似合う。なんか似合ってること言わないでよ。あー、ちょっとね、こうなんでしょう、ね、よく言われます。白蔵さんのね、雰囲気がちょっとね、髪色とかね。3番じゃない。あ、無難。まあ消去法で言うなら3番ね。この中だったら、じゃあ理由は2人とも無難というかシンプルだからっていう感じ。じゃあ1番嫌なの。5番。もう、ウィルチ。ウィルチのシャツ着ない。もう、言われるか着ない。チッカーズ。チッカーズ。ちょっと世代的なところもあるんですよね。お、4番、3番。あ、3番ね。3番の理由は。いいのは3番なんやな、とにかく。ダサいっていう思う方。1番、2番。あ、なるほど。1番の理由からお伺いしてもいいですか。青がね。2番の理由は何ですか。ちょっとね、イカついてて柄が悪い感じがいいです。チャラい感じですね。嫌ですよね、本当に。はい、ということでありがとうございました。ご協力いただいて、ね、なかなか言いにくいところもあったと思うんですけども、言いにくかったんか言いやすかったんか分からんけど、いろいろ言っていただいてありがとうございます。非常に僕もね、参考になりました。っていうのも実はね、ここに出してるんですけど、5番っていうのが僕の視聴者さんの中で非常になんか、どれそれどこのブランドですかって聞かれるの一番多いのが実は5番なんですよ。でこれウールリッチっていうブランドの中綿ジャケットでね、今年多分値上がりして、去年5万なんぼで買ったんやけど、今7万ぐらいしてるジャケットなんですけど、チェックシャツの元祖なんですね。これがバッファローチェックっていう、百何十年前にチェックシャツが出た時の、元祖の柄なんですけど、まあそんなんがあったりだとか、あと1番のはスタジオニコルソンっていう、まあブルーの、インナーダウンなんですけど、まあ、スタジオニコルソンご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけど、大体ね、こういうダウンベストだったら10万ぐらいで、アウターでなって15万ぐらいするようなやつなんですけど、女子に値段は関係ないっていうことがね、ここに分かったかなと思います。で2番はね、ニードルズっていう、まあこれも芸能人の方よく着てるシャツなんですけど、物はいいんですよね、全部。だから着るやつが悪かったっていうことなんですけど、まあ、これ着るやつが悪い状態で着た時に一番最低ラインで、どれがいいかっていうのが分かるじゃないですか。これ顔が良くてね、爽やかでね、どれ着ても似合うんですってなったりしたら参考にならんから、まあ、こんな顔のやつが着たらどれが一番いいのかって言ったら3番やったんですけど、これエクアックスのフリースにディッキーズのね、グレーのパンツを履いてるっていう状態ですね。でこの4番もバラクータも結構好きな人多いんですけど、あんまり女子受け良くない。まあもしかしたら年齢層が上がってくると女性の方も好きな方多いかもしれないんですけど、今回聞いたような20代の方とかにはあんまり受けないっていうスタイルでしたね。どっちかって言ったらこの3番みたいな感じで少しラフな、スタイルやけど、まあ、大人っぽいような感じっていうか、フリースってもっとモコモコして可愛くなるんやけど、やっぱり30超えた人がフリース着たりしたらなんていうの、可愛くはなりづらいじゃないですか。けど20代の子が着ると子供みたいになっちゃうけど、まあ、30の大人があえてフリース着てるっていうのが良かったんかもしれないんですけど、まあ、そういう男性の方はもしかしたら黒フリースなんかはいいかもしれないですね。で5番は圧倒的人気のなさ、こんなに人気ないのっていうぐらい人気なかったけども、まあ、非常に参考になる、意見でした。ありがとうございます。で6番に関してはね、レザージャケット、これルイスレザーっていうレザージャケット、まあ男性の方好きな方多いんですけど、レザー自体もあんまりちょっと人気なかったかなと。だいたい秋になったらレザーっていうイメージなんやけど、これは男性だけのね、意見やったっていうことかもしれないですね。あ、もしくは僕の下のパンツがこれ幼児山本っていうちょっと太めのパンツ履いてるから余計なんか変な感じしたんかもしれない。もうそうやったらすっきり履いた方が良かったかもしれないので、まあこれは僕のミスやったかもしれないですね。で7番、途中ありました
ましたね。僕が一番似合ってるのこれやって言われたけども、実はパーソナルカラー的にも僕ブラウン系得意なんですよ。だから髪色もブラウンにしてるし、服もブラウン系が多いんです。黄色とかが多いんですけど、そう言っていただいてね、特に女性の方ってカラー見るの得意なんで、一番のね青が似合わへんって言われたんで、まさにその通りなんですね。僕青めっちゃ苦手な顔をしてるので、やっぱ女子はこういうの、パーソナルカラーとか分からなくても先天的にやっぱ化粧とかしてるから、やっぱ分かるみたいなんですけど、そんなことでいろいろと分かって楽しかったなと思います。今回あえてね、カラーを多めにしたりとか柄物を多めにしたり、素材感変えて黒でもフリースにしたりデザインしたりとかして、どう振れば一番分かれるかなと思ってね、やってみたんですけど、とにかく僕みたいな顔をしてる人はちょっとシンプルめに、顔がうるさいのに服もうるさかったらややこしいので、顔がどっちかって言ったらスッてこう素直なスタイリッシュな方やったら、服柄の方がいいかもしれないですけど、僕みたいなうるさい顔してる人はどっちかって言ったら、服はシンプルな方がいいねなっていうのがね、今後デートで着るとき、20代の方とデートすることはないんですけども、参考にしたいなと思いますので、皆さんもね、参考にしていただければなということで、本日はですね、卓蔵の自信満々コーデを、ボロクソに言われてみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。